OKOK。 まあまあまあ、今回はね、うん、放送でも言いましたけど、うん、宣伝でも言いましたけど、ベリーズ工房お姉さんが、お姉さんなんですか、やってきてくれてね、ものすごいときめくような話をいっぱいしてくれたんです、ね、もう事前にちょっとヤツイチローが単独でらしいね、俺会ってないもん、ベリーズ工房、はい、ベリーズさんやっぱりあの平均年齢 13.8 歳なんで、はい、深夜放送できないんですよそうだね、出ちゃいけないんだもんね、できちゃいけないんで、ちょっとこれ今日なんですけど、うん、前にちょっと撮ってきたんですけど、はい、ものすごいもう本当にときめいてる人ってやっぱり何やってもときめくんだなって思いました、うん、でも皆さんに、うん、もうどうしても聞かせたいいろんなの撮ってきたんだ、ああもういいフレーズとかなんかいっぱいあったんだ、はい、キャピキャピしたのが、うん、もう今日聞くだけで付き合ってるような錯覚にすら、そんなに、でもまずいだろ、 13.5 歳だろ、そうだよ、いやいや、でもリスナーは10代もいますから、あ、そうか、10代もいるか、うん、ちょっと後輩の可愛い子っていうか、なるほど、ね、もしかしたらお姉さんっていう人もいますから、そういう設定でもいいですし、そういうのもちょっと撮ってきたんでね、わかりました、この後ぜひお楽しみということで、はい、水曜ジャンク2エレカタのコンタタラ、頑張れベリーズ工房、3月30日の放送で今までアイドルのファンになってなかった自分を恥じ、これからベリーズ工房のファンになると宣言しまして、はい、早2週間、早いよ、 DVD を見、ライブを見、そしてあまりの若さに熱を出し、そうですね、とうとうベリーズさんに会ってまいりました、私、まあ、これもうね、まあ、職権乱用に近いですけどね、ファンの方からしたら ね、うん、今梨君も仁君もね、はい、もちろん聞いてるリスナーのみんなも、はいはい、ベリーズ工房の本当にこれからファンになっていくわけじゃないですか、まあまあ、ちょっと頑張れベリーズ工房ってコーナーじゃないすごい、エレカタのコント太郎の中にあるんですか、その1コーナーの、あれは頑張れベリーズ工房、おめえら頑張れよってことでしょ、俺らが頑張れ、俺らはいい、もう俺らが頑張ってくれれば、俺ら頑張れよ、今日は本当にベリーズ工房っていうなんぞやっていう人もいると思うんですよね、あ、まあ、中にはね、うん、そういう人も、うん、そういう人も今日聞いたらもうベリーズ工房、エレカタのこととか多分もう覚えてないかもしれないけどベリーズ工房のことだけもう今日は忘れないで寝てほしい、ああもうそうなの、そんな感じになってんの、ベリーズさんと今日会ってきたんで、すごいね、そのね、うん、もう自己紹介というか、ああそういうのがあるの、あるんです、しょっぱなに、ほんとちょっと会ってね、うん、じゃあ自己紹介お願いしますって振っただけですよ、うん、したらもうあふれ出た、確かに自己紹介はいいだろうな、こういうの、こういうの、ね、絶対アイドルはねやるもんね、自己紹介はね、順番があって、そうそう、こういうのこういうのっていうのが取れたんで、ぜひ聞いていただきたいと思います、どうぞ、はい、どうもやついでございます、今日はですねベリーズ工房姉さんに来ていただきました、いやーいいですねときめいてますか皆さん、はい、あーそうですか、じゃあまずは一人ずつですね、はい、自己紹介の方、はい、お願いしていいですか、はい、じゃあお願いします、はい、高校1年生になりました清水咲です、最近いちごが食べれるようになりました、お願いします、おお、あれ食べれるんだったの、はい、オッケーオッケー、じゃあ行こうか次、はい、中学1年生の菅里そこです、最近本を読むのにハマってます、本、はい、最近何読んだんですか、最近ですか、魔女の本ですわかるわかるじゃあ次、はい、はい、中学3年生になりました、最近好きな教科は国語の徳永ちなみです、あら国語、はい、何国語なんか魅力にハマったの、いや、なんか問題が出されて、それを久しぶりに問題が解けたので、うん、あ、好きなのかなって今思いました、おー、自分ができるとね好きになっちゃうよねあったあった、じゃあ最後お願いします、はい、高校1年生千賀永桃子です、最近はパイナップルのちっちゃいアイスクリームにハマってます、ちっちゃいアイスってあるの、一口で吐くみたいな、あー、すごいみんなわかるんだね、わかるわかる、そうだ、4人で盛り上がっていきたいと思います、はい、お願いします、はい、お前無理だってね、お前無理だって全然水と油だよお前無理だったのこれ、どう、すごすぎるよまた熱出すってこれこれ本当のときめきってさ、俺らの想像じゃなかったよはい、ときめ
しますって言うんだもんな。すごいね、元気だしさ。いちごが食べれるようになったんだよ。何よそれ。いちごが好きですとかだったじゃん、今までのアイドルだよ。俺らが考えれるときめきなんて。違う、いちごが食べれるようになってる。何そ、誰からの貧乏じゃなくなったってことじゃないんでしょ。味的なもんでしょ。味的なもん。誰かからの弾圧でもないでしょ。いちごは食うな、お前はいちごは食うな。そういうじゃないです。高一になっていちごが食べるようになりましたって。いやーすごいよな。これが本当のときめきなんですよ。そうか、ああいうのはやっぱさ、そういうのを店で作った人じゃ出ない、できないセリフだもんね。今本読んでます。何、魔女の本ですか。なりますかそんなこと。白魔術であってほしい。白魔術。自己紹介だけで十二分だな、もうな。一応聞いたんですよ、うん、どんな魔女っていうか、どんなおまじないとかあったのって言ったら、賢いこの鉛筆を盗んで、うん、それでテストを受けると、うん、頭がよく黒魔術だ。黒魔術だ。それ盗んでたじゃん。おっしゃってました。やばいよねえ、りさこちゃんですけど。いやもうこれ大丈夫か。俺もう今のだから結構なヘビーな満腹度だよ。もうね、あのもう勝てないわ。もうあの特上のカルビ2杯ぐらい食べた感じになってるもん。その例えどうかと思うよ。どう、このときめきいいでしょ。もう声がすごいな、ね、お前これ本物がいたんだ。目の前にいた4人に囲まれてたんだ。これ声だけで当てられちゃったもん。もうすごかったでしょ。熱出るわこれ。イエーイって言うけど、テンションの高さが俺らのときめきじゃないのよ。ドカーンってきちゃうの。いやこれはちょっと楽しみですね。こんなもんじゃないですよ。でもなんかね、ちょっと心なしか俺とジンのそのトークのテンションも上がってますね。上がっちゃったよ。これは上がったわ。やっぱときめいちゃってるでしょうね。これね、今聞いてるリスナーももう寝れないですよ。ギンギンでしょ。あっちの方も、あっちの方ももう寝れない。目がね、うん、さあじゃあ続いて、うん、どんどんいっちゃいますよ皆さん。ほんと熱出ないようにしてくださいね、はい。お待ちかねの、はい、彼女たちへの質問タイムでございます。これね、こちら、うん、ものすごいときめきになってますんで、はい、お聞きください。どうぞ。ということで、はい、はい、今からですね、はい、質問タイムということで、はい、じゃあいいですか。はい、はい、お願いします。じゃあいきます。まず好きになったら、はい、告白する方、はい、される方、キャプテンどっち。されたらされたで、それは一番いいことですけど、うん、向こうが気になって、うん、あ、気づいてないようだったらします。あら、大胆大胆だって。自分からまで言っちゃう。だと思います。だと思います。助かります。じゃあどんな告白をされたいですか。シチュエーションとか、例えばその観覧車の上でとか。いやいや、無理無理無理。ちょっと待って、例えばだからね。ももちゃんこれいい？いいじゃないですか。こう夜で星ギラギラなってイルミネーションプカーみたいな。で、ここで言われたらいいよね。いいね。それ例えばよ。例えば学校終わって帰り道とかでもいいですよ、もちろん。じゃなかったら、こう教室で夕日がパーッと見せる時とか、うん、それがいい。公園のベンチとかがいい。あ、いっちゃん、ブランコ乗ってる時とか。ブランコ、あ、じゃあブランコだね。ベリーズコーバー、ブランコ乗ってる時とかに、で、向こう行った瞬間とかに、好きだとか言って。でもブランコがガチャンって外れてどうします。ブランコガチャンってなったら、ドーンってなって、ブランコ上にちょっとぶら下がった状態です、あ、助けてみたいな。でも、うん、こう後ろ行くじゃないですか。そこで思いっきりやりすぎて、後ろから頭からバーンってなったらどうします。そんな思いっきりやんないんですか。ちょっとドキーって、あー、少しでしょ。今日楽しかったねみたいな。こういうのないですよ。だってあんまりこういうところ持ってるとさ、手臭くなるよね。臭くなる。りさこちゃんのちなみちゃん、手臭くなるのが嫌だもんね、まずね。お前何言ってんだよ。すごい、この質問タイムに限っては、はい、あの工房姉さん、はい、あのすごいもんのテンション上がりまくってましたね。上がってますよ、恋愛に関して。だから今の感じは、うん、もう質問を聞き取るっていうんじゃなくて、うん、女の子たちの、はい、放課後のなんか4人で話してるとこを覗くっていう感じの。そういう感じだよな。ご飯やついさん入れてなかった。入れてなかった。完璧置いてくれたじゃん。
どういう告白のシチュエーションで、観覧車の上とかどうって言ったら、やだ最悪っつってすごい惹かれちゃったんですよ。あら、そうなの。でどこがいいのって言ったら、あのブランコがいいと、あのキャプテンと、桃子ちゃん、はいはいはい、まあ、高一の2人なんですけど、ちょっと大人だから、ね、リーダーの2人は、こうブランコに2人でこう、ブラブラしながら夕日をバックになんか告白されたいと、って言ったら、もうちなみちゃんと、リサ子ちゃんが、やだと、ブランコ鉄の匂いがするからやだと手がな確かにね、なんだ割とな、あとすごい漕ぎすぎて、下に落ちちゃったらどうするんですかとかリサ子ちゃんは何しろよくわからないこと言ってるから、リアリストなんだ、リアリストなんだ、事故をすごい危険な、ね、可能性をね、イメージトレーニングがすごいんだね。あとリサ子ちゃんやたら言ってたのは、私空気読める女なんでって中1ですよ、すごい中1です、さすが。俺、私そういう空気読めない感じ嫌なんですよって、もうキャプテン全否定してるんですけどすごいな。でもね、なんかね、すごいな、なんか笑顔になっちゃうね。何をあの話してるかもよく最後の方分かんなかったけ ど, けど、ガチャガチャしてたけど、うもうなんか笑顔になってた、すごい、分かるでしょ、いいなって、いい感じだったでしょ、いい感じですよ。いや、もう終わりでしょ、もうこれで、ない、これ以上ないよ、もう十分ですよ。いやー、まあね、今日は3分ほどしか流してないですけど、これ60分回してますお前絶対寝てるよ、工藤行くよ、工藤、あのテンションで60分回してますから下がらないんだよ、下がらない、下がらない、お前どんどん喋れなくなってるんだよ、必死です、必死、すごいね、負けない、背中にこうぼうって朝が出てくるこうぼうって、こうぼうベリーズじゃねえんだよ、こうぼうただやっぱり終わった後ときめいてるよね、やっぱそうだね、どっかカッカしてんだ、だってもう本人目の前にしたくってもこんだけときめいちゃうんだから、でしょ、声聞いてあげて、ちょっと好きになってきたでしょ、分かんない、でも親近感は湧いてきた、分かってきた、じゃあここでですね、もうこれいっちゃおうかな、何何、みんなにまあファンになってもらいたいっていうのが今日の趣旨なんで、ですね、男なら絶対に憧れる、ときめきシチュエーションコントをあれベリーズさんで撮ってきました。これは結構ねハードル高いですけど、ベリーズ工房の皆さんと一人一人と付き合ってる気持ちになれるコント、すごいね、アウトだろこれをさ、中学生にさ32歳が頼む気持ち考えてこれはしんどいよ、これは20歳ぐらい人だろ、これ一応ね、4バージョン撮ったんですよ、あ4バージョン撮った、4人いたんでね、キャプテンには部活の先輩バージョン、いいね、お前がいいね、で後輩から言われる、どんだけ先輩なんだろ、で中1のりさこちゃんは年下の女の子、年上と付き合ってるっていう設定のバージョン、はいはい、でちなみちゃんは隣の家に住んでる幼なじみのバージョン、あです、ね、これはいい、最高ですね、はい、これはいい、で桃子ちゃんは空から降ってきた女バージョン限定も限定じゃないか、みんなが聞きたい、みんなが聞きたい、まあ、全ジャンルに合わせたってことですね、合わせて、